キツネさん、はい、さあやってまいりました。今回はいやもうこれできたら弁当機シリーズ最終回を迎えてもいいんじゃないかというぐらい難しい料理に挑戦したいと思います。なんと今回挑戦するのはコロッケー、揚げ物。危険ですね。危険な香りしかしませんね。しかもやっぱり、まあ、材料が非常に多いというので、まあ、食費もかかりますし、いつも、まあ、ファーストチャレンジ、そしてセカンドチャレンジって言ってやらせてもらってますけど、今回一発勝負でいきます。やっぱお金もかかりますから。ただ僕がいつもの通り想像で一発挑戦しても、まあ、厳しいなというのもあるので、今回なんとレシピをいただきました。ありがとうございます。マカリーありがとうございます。マカリーのレシピ、まあ、というのも僕が、まあ、うちの奥さんが作ってくれる料理の中で、まあ、一番好きなのが、まあ、コロッケっていう風にお話しさせていただいてるんですけど、おそらくそのレシピを、くれてるかなという風に思いますので、早速、中尾明慶のお弁当、そして中尾明慶の、お弁当を奮闘する、お弁当の弁当、そして奮闘の違っちゃった、スタートー。さっさっさやるよ。コロッケですけれども、じゃがいも 500g、ひき肉 150g、 玉ねぎ1/2個、サラダ油少々、醤油大さじ2、砂糖大さじ2、生クリーム 50cc、 小麦粉、卵、パン粉、揚げ油適量、適量、まずはこれ、じゃがいもは皮を剥いてレンジでチンして柔らかくして潰す。まずはじゃがいも洗っちゃって、じゃがいもの皮を剥きます。めんどくせえな、絶対早送りされんだろうな、ここよしきりに早送りされちゃうんだろうな。あぶねえ、俺の指輪猛毒じ噛んじゃったし、もうダメだ。キツネさん、どうせ潰すからもう。どんぐらい？何分ぐらいだよ、レンジでチン。7分ぐらいでいっとく、とりあえず。3分2ラウンド。1分インターバルの7分でいきましょう。ガーン！続いて、みじん切りにした玉ねぎと、ひき肉を炒めて、炒めたら醤油砂糖入れて、あ、とりあえず、出たよ、みじん切りじゃん。俺みじん切り嫌なんだよな。しかも玉ねぎじゃん、絶対目痛くなるじゃん。もう痛いもん、袋開けた瞬間痛いもん。いくぞ、玉ねぎのみじん切り。よくわかんねえけど、なんか包丁さばきが上手くなってる気がしなくもない。みじん切りしてくれる機械じゃないのかな。かしこまりました、みじん切りします。完了しました。よし、いいんじゃね。そうこうしてるうちに、なんだっけ、やることは炒めるもんね、炒める。はい、もう引いて、入れちゃう。すげー、さあさあさあ、食べやな。お、いい匂いしてきた。炒めたら醤油砂糖を入れて、醤油砂糖大さじ2、
じに。あ、大さじ2。汁気がなくなるまで炒めます。あっち、さあ、なんとかほぐれた。よし、そこに潰したじゃがいもにさっき炒めた肉と生クリームを入れて混ぜる。ほう、なるほど。こうしたらうまそう。おお、そこに生クリーム、これ全部でこれぐらい100ミリ、半分ぐらいか。よし、これで混ぜます。練ります。昔学校帰りにさ、お肉屋さんがあって、そこでコロッケ売ってたさ。おばちゃんコロッケ1つだった、60円ぐらいなんだけど、そういうのめちゃくちゃうまかった記憶あるな。ね、一旦これぐらいにしとこう、ね、そうしてコロッケの形作って、小麦粉、溶き卵、パン粉の順につける。で、油で揚げる。以上。え、これで以上なの？コロッケって。嘘。よし、まず卵ね。卵、小麦粉、パン粉か。これをして、パン粉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 ってどこだ。パン粉、パン粉、はい、パン粉、あ、パン粉ありました。発見しました、パン粉。パン粉、お前どこ行ってたんだよ。パン粉さんダメよ。どんぐらいだ、パン粉。パン粉結構いるよね、多分。こうでしょ、いいんじゃね。油の準備しとこう。これでいいの、この油をいっちゃうってこと。あ、書いてある、これいくってこと。もったいな、油料理って。こんぐらいかな。さあ、まずは、小麦粉のところを通過します。その後、卵を追加します。卵、出しました。さあ、よし、こっからだよね、緊張だよね。油ってそもそもどれぐらいで油になるの。おお、10言ってる。行ってみますか。行きます。これよ。おお、おお、おお、どれぐらい、これ上がりすぎじゃね。あ、なんかどうなんだろうか。とりあえずできました、コロッケ。あぶねえ、見えないか、こっちだった。できました、コロッケです。人生初の揚げ物、そしてコロッケ。作ってみたらこうなりました。見えますか。食べてみれば、早速。揚げすぎた、完全に揚げすぎた。ダメだ、セカンドチャレンジ行こう。もっと軽くでいいんだな。こんがりきつね色、こんがりきつね色。あれ、あ、すごい、ダメだダメだ、全然ダメだ、むずい。見て、
セカンドチャレンジ一瞬で真っ黒なんだけど。いいじゃない、ちょうど三つ。俺よ、息子よ、監修の。大問題が発生しました。コンロを間違えてました。一旦カットして仕切り直します。やばい、できる気がしない。油と自分をクールダウンさせました。中川健司のペントキーサードチャレンジです。ちなみにファーストチャレンジ食べかけですが、こちら。そしてセカンドチャレンジが一瞬で気なく終わりました。こちらです。さあ、どっちかというとまだ早い方がいいもんね。よしよし、頑張って頑張って。ちょっと早くかな。うわぁ、ちょっと早くかな。頼むよ、これいい具合か、いい具合か。俺はできてんのか、どうなんだ。まあ上げるか、上げるの怖いもんな。上げよう、もう行こう。こうまそう、うまそう。見て、おいしそう、きっちりできた。いただきたいと思います。水曰くが出てましたけど、聞きました今。パリパリ感が美味しい。なんとかギリ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 で中川清志コロッケを覚えたぞいや、ギリギリだったね。マジで難しかった。でもこれまたどっかでちょっとリベンジしないとダメですね。そしてそろそろ覚えた料理も増えてきたから、一回今まで覚えた料理のものを入れていって一つのお弁当を作るっていうのを、まあそろそろやってみてもいいのかなとは思ってますけどね。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。もしよければ、いいねボタンと、チャンネル登録してくれたら嬉しいと思います。引き続きこんな料理やってよっていうのありましたら、ぜひコメントください。じゃあねー、疲れたー。きつねさん、なな中尾さんさん、あきよしさんさん、きつねさんさん、なな中尾さんさん、あきよしさんさん、きつねさんさん、きつねさん。